クリスタ・テレは、フランスの女優。フランスの首都パリで出生。2003年、11歳だった時、パリの18区にある前期中東教育学校コレージュ、アントワーヌ・コワズボの校庭で、キャスティングディレクターによって見出され、それから、ホセガルシアの娘役を、コスタ・ガブラス監督による、スリラー映画、オノレ・クーパートにおいて演じた。2007年、 第60回カンヌ国際映画祭のある視点部門において出品されたローラ・ドワイオン監督の映画、エトは、T ・ S ・シュール・クイで10代のゴスであるジュリー役を演じた。2008年17歳の時、自らの俳優としてのキャリアをさらに追求するため学校を中退し、やがてディザ・オス・ウェロス監督による2008年のコメディ映画、LOLI のファンタジーにおいて、 メインキャストの一人として、出演、同映画で、ソフィー・マルソー演じるアンヌの娘、ローラを演じて、第35回、セザール・ショー・ユー・ボー・若手女優賞に、ノミネートされた。ベルトラン・ブリエ監督の2010年8月、公開映画、レ・ブルート・デ・グラッセンスに、エブゲーニャ役で、ジャン・デ・ジャルダン、アルベール・デュ・ポンテルと共演。2010年11月公開、フワード・ベンハム監督のホラー映画、 レヴィレジデオンブルに、エマ役で出演。同年、テレビシリーズ、コント・イヌーベル・ジュシックス・シエクルにゲスト出演した。2011年に公開されたエマニュエル・ミレ監督の、映画、ラ・ブランディに主演し、第37回、セザール・賞有望若手女優賞に、ノミネートされた。2012年には、ルノワール・ヒダマリのラフに出演し、第19回、 ルミエール賞にノミネートされた。2013年には第60歳回ベルリン国際映画祭にてシューティングスター賞を受賞した。ありがとうございます。